こんばんは。こんばんは。こんばんちゃん。ちょびっとフライングの福田でーす。今日は有吉の壁を見ましたよ。の生写真の生写真があるんですね。ざっくりして画像が出てましたけど、ツイッター載せてますけど、誰誰ですの、誰ですの。これは誰なんでしょうか。初戦グランデってどこなん？初泉？初戦グランデ？合ってる読み方。東京？神保町っていうもの、東京の地名全然わかんないや。神保町、商船グランデ、秋葉原にある神保町、神保町にあるんだ。東京にあるの、商船、初戦グランデに買いに行って、秋葉原と神保町だって。小戦グランデ、初戦グランデ、あ、分からん、ごめんなさい。いまだに秋葉原か秋葉原か一瞬分かんなくなる時あるから、これさ、東京の人に言ったらめっちゃ「え、いやそれは分かるやろ」みたいな感じに言われるんですけどね。来月も含める継続します、ありがとう。秋葉原か秋葉原かマジで分かんないから。いや AKB グループにいるからさすがにもうさ秋葉原だってことは分かるけど、私 AKB 好きじゃなかったら多分絶対分かってなかったと思う。どっちも正解なの。そうそう、秋葉って略すから、そうなのよ。まあとにかくよろしくお願いしやす。そんな東京の人と話すよ、東京の人ばっかじゃん、私の周りだって AKB グループだからさ、東京の人が多いですよ、そりゃあ。
まあどっちでもいいや、伝わるよね。だけど東京の人と思ってても、その人のは別に東京出身ではないことが多いけどね。東京の人だーすげー、都会の人だーって思ってても、結構東京で住んでるのは 2,3 年とか、もう仕事を始めてからね、それまでは全然違うところに住んでましたって人が多いよね。東京って東京人の人も多いけど、東京じゃない人も同じぐらいいるよね。わかりますかこの感じ。そうだけどやっぱり私の先入観的に、東京から来た人って言ったらすげえ、東京から来た人だ、すげえ、なんかすげえわ、おしゃれな国から来たって感じがします。でもね、たまに言われるのが、いや東京です、彼東京ですって言われて、え東京なんですか、すごいですね、都会なんですねって言ったら、いや東京の田舎ですよ、東京だけど名前だけ東京で全然田舎ですよみたいな言う人もいるじゃないですか。いや分からんよそれはってなります。どっちみちこっちからしたら全部東京だからすごいですってなります。東京の田舎ですよ、だって何々っていうとこですしって言われても、いやそんなテレビでよく出てくる地名じゃん、すげえじゃんってなります。そのね、ケンソンはね、地方民には分かんないです。東京の田舎は分からん、ほんとフルーツトマトぐらい分からん、野菜なのか果物なのか、ほんと謎です。いいのいいの、住めば都だから、別にどこでもいいじゃん、住めば都、自分の住んでる町の価値は自分が決めよう。ちなみに香川県は福田あかりちゃんが出身ということで、最強の町にしてやろうじゃない。クラコを見た、クラコを初めて見た人生で、昨日2期生の番組があるんですけど、広島でかかってるクラコ、くだらないコンテンツっていうクラコを見たんですけど昨日ね。くだらないんだね、本当に面白かった。いやでもやっぱ知り合いが出てるから面白くてさ、ちょっと大爆笑をしてた、うどん吸ってたよ。福田あれ優勝できるかな。面白かった。加藤さんとか中島さんとかもう、
多分もう頑張りますがなくなっちゃったからさ、会うことないんだよね。寂しいなって。また中島さんとか加藤さんとかと番組やりたいなって思いながら見てましたよ。そう、すげかったわ。すごいよね地上波面白いよね。頑張りますもん。またちょっと復活とかしないから、スペシャル番組とかで特番とかで楽しかったね福田の壁が見てみたい。福田の壁めっちゃ低いよ。福田の壁めっちゃ低いで。福田なんでも笑うからなんでも面白いからな。福田の壁めっちゃ低いよ。すぐピンポン、すぐ丸出す特にアリちゃんがやることだったら何でも丸ですねアリちゃんはもうやる前から存在したら丸、出演メンバーにアリちゃんがいたらもう丸、アリちゃんの壁丸、福田の壁全部丸アリちゃんと一緒に協力して何かをすれば全部丸。アリちゃんに罰とか出せないですよ。苦手な笑い、苦手な笑いとかはあんまないけど、か芸能人のモノマネとかは苦手かも。芸能人が分からん元の、今日のモノマネみたいなやつも全然分かんなかった元ネタが。ミニモニと何、ミニモニとアラシと半沢直樹と、なんだ、アイコと、あと何やってたっけぐらいしか分かんなかったかも。アイコだ、もうアイコさん自体は知ってるけど、その出てた野球選手のはあれだけど、なんかねあれですけど、まあめっちゃ知ってるわけじゃないけど、アイコ、申し訳ないけど存じ上げなかったです、すいません。半沢直樹もこの前みんなが見ろって言ってくれて第1話だけ見たからなんかついていけたけど、それ見てなかったらマジで分かんなかったと思うだからちょっとね難しい。だからその芸能人モノマネみたいな、芸能界の中の身内ネタはちょっと分かんない、苦手っていうか自分が理解できない芸能人とか分からんのよね。そうなんですよね。芸人さん同士で芸人のモノマネやるんだったら嬉しいけど、女優さんとかもそのや何スポーツ選手とかなるともう全然分からん。多分あれでもテレビ出てる人もあんま分かってなくて笑ってる人多いと思うけどな、どうなんだろう。だから私は普通にコントとかがいいです。でも私が好きな芸人さんがやってたら何でも楽しいからゲラゲラ笑いながら見てます。そうだからそれは勉強したいんですよね。そう、でもそれを勉強して理解できちゃったらもうめちゃくちゃ楽しいと思うんですけど。
でもね、四千頭身さんがぺこぱさんを、漫才をコピーしたみたいな YouTube があって、もうそれはめっちゃ、それがめっちゃ面白くて、私3回ぐらい見ました。四千頭身チャンネル見てのぺこぱをやってみたみたいな、松陰寺さんが2人いるやつ、そう、面白かった。あの YouTube 見てほしい。言ったとばくぴょん、ベアー、ありがとう。広島粉パセリ、ベアー、ありがとう。そう、面白かった。 YouTube とかさ、無料であんないっぱい面白いのを満たしてくれてありがたいよね。だって YouTube の動画のためにさ、漫才を覚えたりするってことでしょ。セリフ覚えるとかさ、どういつやってるんだろうね、忙しいだろうに。すごいよね、本当に。セリフ飛んだりしないのかな、まあ、練習してるからか。まあ、それはあれか、アイドルよくコンサートで10曲も20曲も踊れるなって言ってるようなもんなのかな。どうなんだろう。まあ、お仕事は何でもそうか。それを専門にしてるかしてないかの問題か。でもすごいわ、どの仕事も専門にしてるかってことか。なんかさ、夕方さ、暑くないなと思って冷房入れてなかったんだけどさ、なんか夜になって急になんか蒸し暑くなってきた。不安の一発ギャグとかないですよ。シュビリーズ、え、台風なの？マジ？台風来るの？マイケルのものもね。でもね、もう身内ネタは良くない、本当に。 STU のファンだったら、ファンの中でも、でもメンバー同士の個性とか分かってんのってめっちゃコアのファンの人だけだと思うの。だからそんな誰でもライブ何回も来れるわけじゃないし、だからもう本当は身内ネタなんですよ、メンバーモノマネって。よくない、私はあんまりメンバーモノマネはよくないと思う、するのはよくないと思ってます。公演とかだったらまあいいと思うけど、うん、なんか外仕事の時とかにメンバーモノマネとか、そのメンバーモノマネはあんまよくないな、私的に。伝わらないからね、身内ネタになっちゃうから。でそのショールームとかでやる分にはいいと思うけど、分からん。私もだって他のアイドル、あ、好きなアイドルでもさ、まあ、曲とメンバーの誰々ちゃんが好きとかはあってもさ、その推しメン以外ってあんまよく分からんからさ、最悪ニックネーム分かるけど本名分からんみたいなことも多いじゃないですか。だからなんかその個性とかあんま分からんし、よっぽどコアに推してないと。だからメンバーモノマネって結構身内ネタの中の身内ネタだと思うな。難しいよね、 STU ファンの中でも結構分かれると思うな。推しメンのことしかちゃんと見てないって人も多いと思うし、結構私はそのタイプなんですよね。そう、でもまあさ、可愛い子がなんかやってたら何でもいいよね、要するに。そうそう、可愛い子がねキャキャやってたら何でもいいんですよ。あ、冠番組ありだと思う。まあ確かに冠番組だったらありだね。そう、でもクラコン面白かった。昨日何が面白かったかな。でもなんかあの、いないものに名前をつけるみたいな、なんだっけな、自転車の立ちこぎに名前をつけてくださいみたいなやつ、ああいうのとかさ面白い、面白かったです。あとなんだ、最後パセリで締めたのも面白かったな。クラコン面白かった、また見よう。毎月やってるのかな。そうそう、面白いよね。
ちゃんにうどん作ってくれてありがとう。ああ、なんで知ってたの、メール？そう、よいしょ、よたったわくめん、べや、ありがとう。え、視聴率いいの？さすが、面白い面白い。 しかも2期生さ、始まってすぐさコロナになっちゃってさ、全然公演とかも多分まだ10回か20回ぐらいしかできてないよね。だからああやって一人一人が見かける場っていいですよね。そう、私らも頑張ろう。まあ、それこそショールームあってよかったよね。でも逆にショールームの顔しか分かんないもんね、みんな。だって握手会で見る服だとショールームで見る服だってやっぱ違うじゃん、感じ取り方も。このままだけど、なんかやっぱ生で見たらもう生の服だって感じじゃないですか。私もメンバー見ても別にそれがショールーム用に作ってるとかじゃなくて、なんかやっぱ生で見る時間じゃないですか。友達と電話した時の、電話するのとさ直接会って喋るのと違うみたいな感じ。まあやっぱあれですよね、服の圧がすごいから多分もうこうやって、そうなのみたいな。そうそう、生福田はもっと可愛い、もっと可愛いんです。今は声と表情の情報しかないですけど、やっぱ対面っていうのはそのサイズ感とか雰囲気とか目線とか、だからそういうのも加味されての福田あかりちゃんっていうか、その、まあ、福田あかりに限らず人間だから、やっぱ受け取り方はねもっといいよね。肌質まで、そうよ、肌質までわかるよ。そうよ、匂いは、匂いもわかりますよ。それは人間は、私はうどんの出汁の匂いがしますけど。やだ、それはやだ、うどん出汁の匂いはやだ、お腹空いちゃうね、私のレーン来るために。でお腹空いちゃいますよね。だから早くね、ショールームで会うのももちろん楽しいし、早く目の前で会いたいです。なんか福田のレーンに並んだ後、みんな急に急になんかご飯食べに行き出すみたいな。昼休憩の時福田レーン誰もいないみたいな。おもろ、あ、そうだ、握手会ってかテレビ電話会、なんかテレビ電話できるやつがあるんですよ、私と二人きりの。ショールームはさ一対何千人ですけど、一対一でこの会話がねできるのがあって、それが明日の1時、13時まで申し込みでラストなので、そう、長かった販売期間もとうとうラストなので、皆さんぜひお忘れなく。13時までだから、まあちょうど13時間後ぐらいです。オンラインお話し会、テレビ電話しましょう。楽しみですよ。今週末は無謀のサイン会もあるし楽しみですよ。はい、ぜひ部数も10月31日の11部とかはね、部数も追加されたりとかしてるので、ぜひ話そう、待ってます。キャラアニで申し込んで、福田のツイッター見てもリンク何回も貼ってるんで、お気軽に、電波ちま上電波、テレビ電波。よろしくお願いします。あ、めっちゃ首の、見て、めっちゃ首の皮が。すごいすごい。うわ、これ、すごいすごい。見て。おい、紐が見えた。首の、すごい。これ何？この野原軟骨のさ三角形の部分のこの上の、あ、面白い。
首ね振り分けた。何を調べてるんだ。もう連射になったら負けです亀面白い。今日葵ちゃんに、葵ちゃん水族館行ってエイが行った話をしてくれるんだけど、めっちゃ似とったよって言われました。福ちゃんエイがおってみたいな、私じゃんって言ったら、めっちゃ似とったよって言われました。エイに そんな強調してくるほど似てたんじゃん。面白かった。面白い。ランキング読もう。歌にゃー。あつ、生まれ変わったら芸人さんになりたい。そうなの？いいじゃん芸人さん。海ありがとう。福チャンスありがとう。黒白ありがとう。近いしありがとう。ハイパーありがとう。アーニオシお疲れっ子。いよいよ重い発売まで1週間お話が楽しみ。ビス書店に行きます。恥ずかしくないですよ。恥ずかしくない、大丈夫。スンスンありがとう。監督、あ、お話か、早くしたいかも。私もそうかも、したい。かんちゃん、愛車ありがとう。今日もお疲れ様でした。あちかりんかん。はやった、くだかりよし。ビッスドで今年、くちゃん美人で感動した。マジ？確かうどん。アラグラム研究所。あー、あったね。トム・ブラウンさんか。一位、ユータバットマークビアン、かわいいですね。ありがとう。それでは、私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。いきます。アニオサと福田はストーチーサンドの飯は飲んで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さん今日も一日ありがとうございました。チカレンコ、エスミミゼミです。あ、なんかグッズも新しいの出てたんで、よかったらチェック、安心チェック、安全チェックしてください。よろしくお願いします。何のグッズだったっけ、なんだっけ。思い出せる恋よしおのグッズでした。思い出せる恋よしおのグッズが出てたので、ぜひよろしく。タペストリーいいね。はい、夢で会いましょう。明日もいい日になりますようにににメールします。メールします。返事待ってます。シャッシャとお風呂入ってシャッシャと寝やす寝まーす。親猫ありがとうございました。おやにゃん。